こんにちは、パルトヨです。今回はホットケーキミックスを使って、しかもレンジで簡単に作れるいちごのケーキの作り方をご紹介します。クリスマス、バレンタイン、ひな祭りなどイベントごとに活躍してくれると思いますよ。レシピのポイント、10分で作れるケーキ。フライパン、オーブンも使わずできる。飾り方次第では映え系スイーツにも。まず使う材料はこちら。作り方は2ステップです。1、スポンジを作る。2、いちごをトッピングする。まずはスポンジを作ります。ボウルに卵、牛乳、米油を入れてウィッパーでしっかり混ぜます。ホットケーキミックスを加えてください。レンジで作るので耐熱用タッパーを使うと良いです。クッキングシートを敷いたタッパーに生地を流し入れます。ふんわりラップをします。500ワットのレンジで2分加熱してください。前と後ろを反対にしてさらに2分加熱。入れっぱなしで4分加熱するより2分ずつ前後ろ入れ替えた方が焼きムラがなくて綺麗に仕上がりますよ。竹串を刺して生地がついてこなければ OK です。熱いうちにタッパーから取り出して粗熱を取ります。この時網の上など熱を逃せるようなものの上に置いてくださいね。スポンジの完成です。いちごは洗って水気を拭いておきます。スポンジの中に挟むいちごは葉っぱを切り取り、いちごを4分の1にスライスします。ケーキの上に飾り付けるいちごは半分にカットします。スポンジを横にスライスします。スポンジに生クリームを塗ってください。今回は泡立て済みの生クリームを使いました。生クリームを泡立てで使ってももちろん OK ですよ。スライスしたいちごを乗せます。まんべんなくいちごを敷き詰めるとより豪華になりますよ。さらに上から生クリームを乗せてスポンジを重ねます。上のスポンジにも生クリームを塗り、いちごをトッピング。ミントを乗せると彩りが増します。粉糖を振りかけたら完成です。ホットケーキミックスをレンジで加熱するだけでスポンジが作れる手軽さも嬉しいポイント。見た目も綺麗で映え系スイーツとしても良さそうですよ。気になる方はぜひ作ってみてくださいね。